アイテム番号 SCP-046。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-046 の周囲の土地は購入され、フェンス、バリケード、致死的な罠を含む何層もの保安設備で囲まれています。一帯が私有地であることを示す複数の印があからさまに表示されています。SCP-046 に一般人が到達しないように、一帯は常に厳重に警備されています。SCP-046 の周囲50圏内で働くすべての職員は、いかなる潜在的な致命的病気も持たないことを確実にするため、厳しいメディカルチェックを受けることになっています。その上、自傷、自滅の傾向が顕在的に、または潜在的に持つ職員が50圏内に入ってこないように、さらなる精神衛生検査が行われることになっています。いかなる傷を負った職員も、SCP-046 の周囲50圏外に存在する病院へと避難することになっています。SCP-046 の周囲のすべての植物は一掃され、SCP-046 に接触しようとするすべての動物は接触前に終了し破壊されることになっています。先に詳述したように、SCP-046 の近くの地域への旅行かあるいは SCP-046 そのものかどちらかに異常な関心を見せたいかなる職員も、メディカルチェックを受けることになります。これらの収容手順へのいかなる修正でも、この文章に書き加えられる前に大御司令部の承認を得ることになっています。適切な承認なしにこの文章を修正しようとしているいかなる職員も、降格され配置転換されることになっています。説明 SCP-046 はケンタッキー州南西部にある捕食性の植物群です。SCP-046 は2つのパーツからなります。SCP-046、1は植物の大きな集団で、他の植物の派生種もいくつか見られるものの、主にアルバオーク、西洋ヒイラギ。月抜き人道といった土着の植物から大部分はなります。SCP-046、2は SCP-046、1の周囲の土地で、基準値からざっと半径20メートルに及ぶ円形の地域です。この地域が SCP-046 の主要な給餌地域です。SCP-046 は幻覚を見せて50圏内の餌を自身の元に引き寄せる能力を持ちます。職員を避難させるすべての方法は SCP-046 の能力の圏外に彼らを運び出すことだけです。潜在的に致命的な身体的損傷または病気を患っている、あるいは自滅的傾向を誘発する心因性障害に悩まされている動物、人間を含む、は SCP-046、2へと向かう強烈な衝動に突起動かされ、SCP-046、1に向かってうつ伏せになります。そのようになった個体は、不正生物と日和未感染症の異常なまでに強力な組み合わせから素早く攻撃を受けます。これには壊死性筋膜炎、別名、ヒト食いバクテリア、を発症することで知られる、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌のいくつかの種を含みます。その形状は、黒カビ、に類似した菌類胞子で、対象汚染し麻痺を誘発します。そして最後に、給餌の最終段階として、SCP-046、1の内部からこれまでに知られていない種の昆虫が出てきて、消費を完了します。SCP-046 は影響を受けた個体、とりわけ人間のようなより大きな哺乳類の消化を経て栄養を得ているように見えます。SCP-046 が成長するかどうかは分かっていません。したがって、その能力についてさらなる情報を得るまで、SCP-046 に餌を与えないために様々な手段が取られることになっています。それには個体が SCP-046 の元に到着する前に解雇して、別の場所でその死体を処分することも含みます。ホイ046、アスクプ46に影響された特定の職員が示す異常な効果のために、SCP-046 についての知識によってもたらされる潜在的ミームの影響の調査が進行中です。文章046、7への接触はレベル4以上の職員に制限されています。アイテム番号 SCP-046。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-046 の周囲の土地には非常線が張られることになっていて、私有地であることを示す印が表示され、複数層のフェンスで囲われています。一帯は10人以上の警備員によって警備され、最小限の軍備がなされることになっています。SCP-046 についての知識が広く周知されていない状態である間は、致命的な病気に悩む職員は、自滅傾向についての精神的検査の後に SCP-046-2 に立ち入ることを許可しても良いでしょう。
同様に、収容に選ばれた D クラス職員は、このプロセスを容易にするために、SCP-462 に効果的に接触させてよいでしょう。財団のセキュリティへの脅威の欠如のため、財団に雇用されていない個人は、財団の接触が最優先事項となりますが、SDP-046 に接触させてもよいでしょう。説明 SCP-046 は2つのパーツからなります。SCP-046-1 は他の植物の派生種もいくつか見られるものの、ホワイトオーク、ヨーロピアンホーリー、ケンタッキースイカズラといったいくつかの種の植物群を含む、高さ30メートル直径 5m の円筒形の地域です。植物の分子構造レベルでは異常な特徴は見られませんでした。SCP-046-2 は SCP-046-1 の周囲20メートルにわたる草地です。SCP-046 の異常な影響は、慢性あるいは消耗性の病気や怪我に悩む、人間を含む動物に主にもたらされます。SCP-046 の元にはそのような個体がしばしば訪れます。そのような人間は SCP-046 の元に旅立ちたいという衝動を感じ取ったと報告し、しばしばこの地に、夢の中で訪れた、と報告します。精神鑑定は、そのような個人が財団あるいは SCP-046 の特性を知らなかったことを一貫して示しています。この衝動を感じた個人は、その時点で SCP-046 の50圏内にいたことを全員が報告しました。これが対象の衝動の範囲の限界であると考えられています。SCP-046-1 の近くで横たわり休息する夢を、SCP-046 の元に来た個人は一貫して主張します。SCP-046-2 に入った直後、慢性的な痛みやトラウマに苦しんでいる個人は、彼らの兆候が鎮静し、緩和し、幸福感に包まれながら消えていったと証述するでしょう。SCP-046-1 の前で横たわった個人は、体中から別名バミューダグラスが生えるのに続いて、そのほふく茎によく似た鶴に覆われ始めます。SCP-046 には衝動的特性はなく、自発的に影響下に入った個人の意思のもとにその特性は現れるだけです。SCP-046 に接触した個人は、彼らの体全体まで伸びきった草でもはや見えなくなるまで会話することができます。SCP-046 の効果を受けているすべての個人は、安らぎと落ち着きの感覚に満ちながら彼らが安楽死できた幸せを語ります。SCP-046 は2時間以内にその効果にさらされた個人を完全に分解してしまうようです。その分解組織は食用源に使うかもしれない思想ではないかもしれません。ホイ046-1号護司令部の命により、SCP-046 はユークリッドに再分類され、主要な収容文章は SCP-046 の捕食性を示すように書き直されることになりました。志願した個人についてのいかなる引用も削除されることになります。説明は SCP-046 の不安定で致死的な性質とその潜在的脅威を強調するように書き直されることになります。ホイ046-2 SCP-046 に捕食性があるか、あるいは SCP-046 の効果に自らを晒す気のないいかなる生物に対し傷つけようという狙いを持つ、そのことに対する証拠は全くない。当初の封じ込め処置を再制定し、SCP-046 への自発的な接近が続いたことも記すように提案する。SCP-046 に一旦接触して、財団のセキュリティを破ることができる個人はいない、すなわち、苦痛に悩む個人に安寧をもたらすことに対し断る理由は何もない。同様に、財団管理のもの全てを危険なものであると描写したい願望を除いて、この実態が現実より敵対的であるように見せかける理由もない。いくつかはただそれが奇妙なものであるというだけで収容されなければならない。エドワード・カーター博士、主任研究員、SCP-046。ホイ046-3 SCP-046 の研究代表者であったカーター博士は他のプロジェクトへと異動になりました。ホイ046-1は応募の命令のまま維持されます。